の方が渋いな。コルネオ杯入場開始してます。整列してゆっくりとお進みください。いらっしゃいませ。何かお探しの商品がございますか？コルネオ杯、入場開始します。入場する選手は左手にお進みください。ゆっくりとお進みください。コルネオ杯、ここは観覧車受付だよ。今からエントリーが？いや、二人でお願いし、推薦してもらうの私でしょ。じゃ、お二人さん、地下の低い室エレベーターで下だ。急いでくれよ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。急げ。眠らないと。ひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ、叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵、世界で最も熱い場所はウォールマーケットの、まさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ギャラ。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。完封の日までに打ちのめす。勇者だ、地下道博士。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが、賞金と名誉を得るのです。火に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。ディス格闘デスマッチ、コルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。お前たちの控え室はここだ。あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座じ、あんたらも悪いことは嫌。クラウド、エアリス、入場ゲートまで。逃げる気ないよね。
準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。やったる場違い。しかも初参戦。見てつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に耐えれるのか。クラウド&アヤリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリードも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はぁ、地方とか人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心して。もうおしまいだ。新しい雇い主を探すか。新しい雇い主を探すか。クラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。
運よく勝ち上がったな。準備はいいか？ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれをあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、ここであったが、サフレッメン恨み、晴らさせて恨み。100年 ?100 年も経ったか。うるせえ嫌がる。え、何おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール模様の闘技場。このネオがいいって言ったらいい。やーやーオッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。だぜリプセ、ここに極まる。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディーファイト。調子に乗る。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手
視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この街じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。次。ああ、浮かないか。相手がまともに、うん、でもここまで来たらあと決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。もう死んだふりしなくていいのか。もう死んだふりしなくていい。腹減った腹減った。お前ら、マジで強いな。お前ら、マジで強いな。恐れ入った決勝戦。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。
おとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けら。その前に。うん、喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げ。コルネオがこの機会。つまり？コルネオが推薦。話、それは私が。くおつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この街ではただ次勝て、観客が。次が最。そう願いたいね。
ほら行っといで、私の商品も取る。ああやってくれちゃって。ひでえな、いくらしたと思ってんだよ。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリー。まずは地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。ありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイン。さあついに始まりました、コルネオ杯スペシャルマッチ。あまたの
強敵を退けた実力派カプトヘルハウス。これは苦しそうだ。早速弱点を見抜かれてしまったか。そう、ヒントはあの色。痛恨の設計ミスとしか言いようがありません。これはたまらない。頼む、頑張るぜ。届け、エアリス選手、積極的に攻撃していく。これにはヘルハウスをダジダジか。眩しい、麗しいカップルを引き裂くイスの雨。バンクロワテの一番にふさわしい荒れ模様です。さあ、どう切り抜ける。あった、ヘルハウス、動きが完全に止まったか。待て、案外やっけなかったね。いや、これから。
三次攻防が繰り広げられております。一瞬たりとも目が離せません。頑張るね。
いていける。私の出番。なんという思いやり。どんどん優しさが体の隅々に行き渡ります。ダメかも。どうにかできる。連携しよう。お任せあれ。当たれ。起床するヘルハウス。勝利をつかむ栄光のフェイスオフ。落ちて眩しい。定めるヘルハウス。このまま家の下地か。エアリスイッチがダウン。会場のエアリスさんは大ブーイングです。
珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい？こんなにす、いたいた、探したマムから。あんたらに、あのさ、今回みたいなでけ、優勝おめでとう。今夜のコルネオ杯はコソ泥もぶっ飛び、この威力。数量限定だからお早めに。あんたならもっと高みを目指せる。期待してる。だな。さあ、相手を選ぶ。
立てろ。
り。落ちて。まだまだ。それ。お。せーの。ビリビリ。もう一回。まぶしい。おまけ。We'll be right back.
強かな。またいつでも来てくれ。
たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりの。さっとっと着替えたら街の外には出る。はあ、意気地なしだね。着替えが終わったら、そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは、せっかくこの町にいるってのに、遊び方もろくに分かんないって面だね。興味ない。まああんたみたいのは体使ってなんぼさ。何でも屋の手腕、ウォールマーケットで、これが私がもんだ。さてと、どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗くんじゃなくて言ったろ。やめておくわ。お酒よりお布団が恋しい。なんだよ。待ってたよ、クラウド君。トレーナーのジーナ、突然で申し訳ないんだけど。こんなピヨピヨ君、一瞬でむしり潰しちまいやっせ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。勝負する気にな。並びた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは、後悔するなよピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃあ早速始めるよ。泣きべそかくなよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じ。まだまだいけるはずだよ。
このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。いい感じだね。素晴らしいね。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。その調子だよ。素晴らしいね。美しいフォームだ。いい感じだね。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。美しいフォームだ。どうってことなら。貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ。電話、そうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったねクラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなったときはいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわぁ、重要なのは忍耐と持続。体を動かしたくなったら前腕たちに話しかけた。貴様、俺と勝負してきた。覚悟はいいな。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしいね。いい感じだね。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま、そんなものかい。美しいフォームだ。その調子だよ。このまま続けて、もっとリズムを感じて。素晴らしいね。終わったな。さすがだな。はい、アーム、ストロング。俺と勝負か。オッケー、カモン。アーユレディ。美しいフォームだ。いい感じだね。すば、君たちならや呼吸を合わせてごらん。このまま続けていこう。その調子だよ。素晴らしいね。美しい、いいね。うっさ、もう一度。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いい感じだね。ほら、もっと体を追い込んで。その調子だよ。このまま続けていこう。いい感じだね。二人とも素晴らしいよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。さあ、ここからだよ。イエース。ハッ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 ハ。
っとホットになれるだろ。レッツマッスルトゲザー。ハードに攻めるぜ。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。すばそんなものかい。いい感じだね。その調子だよ。このままほらもっと体を追い込んで。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。その君たちならやれる。いい感じだね。美しいフォームだ。いい感じだね。そのいいね。美しい汗だ。素晴らしいね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。ほらもっと体を追い込んで。いい感じだね。その調子だよ。素晴らしい。このまま続けて。君たちならやれる。このまま続けて。素晴らしい。その調子だ。いい感じ。二人とも素晴らしいよ。このまま続けて。素晴らしいね。当然の結果だ。俺に勝つとは。なんだか体がうん。よかったら僕とは勝負しない。一勝負やっていくかい。体は温まってる。剣が緩んだな。ハイレベルな勝負だぜ。さすがによるな。ハオウィーラブボン。ビビってるのか。どうだ。マッスルイズビューティフォー。マッスルハーモニー。どうだ。どうパーフェクトだ。さすがにやるな。見せつけてやりましょう。ハイレベルな勝負だ。負けた。喜ぶ。今のうちです。次はもっとリラックスしてみてごらん。僕と一緒に汗を流そう。さあ楽しもう。マッスルハーモニー。どんだけ鍛えてるんだ。パーフェクトだ。はい。ワン、ツー。負けてられませんぜ。見せつけてやりましょう。マッスルハーモニー。パーフェクトだ。どうやって鍛えてるんだ。はい、マッスルイズビューティフォー。負けてられませんぜ。さすがにやる。ハイレベルな勝負。どうやって鍛えてるんだ。負けてられません。パーフェクトだ。さすがに筋肉の喜ぶ声が。ハイレベルだ。おっと。さすがにやるな。
次の挑戦も待ってるよ。君の挑戦ならいつでも歓迎。手加減はなしだよ。おや、何でもやってのはあんただったのかい。ついさっきの話さ、五番街スラムのリーフハウスに届くはず。犯人はスラムエンジェルって五番街の女怪盗だ。
貴族だなんだともてはやされていた予告状に炎上はスリースラムエンジョルがいただきますってな。なんだいエンジョルって。いいかい、これはスラムエンジェルの仕業じゃない。あたしゃ見たんだ。あい、だったらそいつスラムエンジェルの。いいかい、なんでもや、スラムエンジェルの歌が。スラムエンジェルは3人組を見つ、やつらは緑公園の先の陥没道路。1枚でこんなにうまくいくとはな。泥棒はエンジェルの仕業。はあ、お前なんでこんなところに。死んだぐり、死んだぐり。バカ、今さら教えよ。そう何度もやられてたまるか。おい、出てこい。スカウトした俺たちのボディーガードよ。これまでの借り100倍にして。100倍 ?100 倍ってどのくらいだ。え、
そもそもこんな奴らが美女と名高いあのスラムエンジェルなわけがあるかい。ああ、この覆面、こいつらはこの辺りを根城にしてる小悪党の一味だ。勘違いで騒いですまなかったよ。分かればいいさ、こいつらのことは。ああ、さあこっちに来い。おい、こら、もっと丁重に扱えよ。丁重鉄は荷物大丈夫。あた スラムエンジェルが現れたぞ。じゃあ、私はこれで。貧困に舞い降りる美しき怪盗。俺もその一味かもな。依頼は片付いたな。マムのところへ戻るか。ようチャンピオン、マムから伝言だ。エアリスの着替え、まだ時間がかかるらしい。で、ま、チャンピオンの試合をも、あんたが出ないこと。じゃあ、闘技場で待ってるぜ。銀行なんて、まだまだ余裕はない。またいつでも来てくれ。待ってたぜチャンピオン。観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。今宵のチャンピオンに再び挑むのは、そう、サムの愛機カッターマシーン。切れ味を増した逆襲の刃にチャンピオンはどう立ち向かうのか。レディーファイト。Huh!
ぶ覚悟はいいか。この隙に。えっ。かける。いつでも来い。ママに生きるんだ。追い打ちだ。行ってやる。これがチャンピオンの実力。クラウド、カッターマシンのリベンジを見事に一刀両断です。ご苦労だったね。あんたの取り分だよ、受け取りな。マム、エアリスは？まだ髪を結ってる最中さ。一試合見るくらいの時間はあると思ってね。サムのおもちゃが壊れる様は何度見ても気分爽快だからね。あんたらしい。いい手になったじゃないか。今のあんたなら女の一人や二人。最初からそのつもり。私は先に帰ってるからね。用が済んだら店に戻ってきな。
ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした？もうすぐコルネオのオーディションが始まる。でも、わかった。お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ。俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババッて。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか？ない。そんな。じゃあ俺はここで、いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻る。了解です。お前か、
推薦状は手に、エアリスが選ばれた。ああ、でもな、許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。アリスなのか？うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん、それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか？待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？気合入ってるね。どこよ。そりゃべっぴんさんだ。お、結構かわいい。かわいい彼女、僕とお茶しない？ここはミツバチの館。代理人のアニアン・クーニャーに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい？するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた。あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよ。当たって砕けろね。ティファを助けるため、ティファを助けるため。いらっしゃいませ。
ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアンクーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするステージ。ええ、さあ奥の扉まで。ついに館に来る夢が叶った。お待ちしておりました。アニアンご指名のお客様ですね。お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときますか。ダンス、なぜだ。アニアンからの指示なんです。ほら、こっちこっち。ま、待て。ではお客様、初めてじゃないな。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、あんたも隅に置けないね。アニアに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。Sweet, here at the Honey Bee, in every moment is a treat.ダンスで証明してもらおうか。私について来られるか。
いいね、キュンとしたよ。いいだ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心も必死だ。いいかクラッド、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。だって楽しかったかな。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。クラウド、あの人びっくりしてたもん。クラウド、クラウドさんですよね。いいね。クラウドさん、美しいものは人生を豊かにする。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。なんて綺麗なお方。カードいっぱい。世界一、そしてこの人は宇宙一だ。何言ってんだこいつ。クラウド君の春、その格好じゃスクワットは難しいだろうけど。こりゃまた綺麗どころが通る。え、その格好で戦う気か。